まさか最果て村の真上がエルト海だったとはな。そこまで潜ったらまた村に着いたりしてな。試してみるか。やめとくよ。どうした？聞かないの？僕らが監獄島に何の用があるのか。ホムスが上層へ来るなど滅多にないことだ。いずれのっぴきならない事情もあろうが、あいにく詮索好きではないのでな。とか言って実は気になってたりして。何を言う、無礼な。もう雪吊りのものって間柄でもないと思うけど。確かに言われてみればその通りだな。だからさ、話しておきたいんだ。ならば聞こう。何故監獄島を目指す？それは、そうか、鬼神会の仮想への侵攻は聞き及んでいたが、そんなにひどいありさまなのか。なのに私たちは。ねえ、あれ何かしら。あれは、あれがそなたたちの目指している監獄島だ。あの塔が監獄島？そう、そしてあれがコート、赤モート。おい、浮かんでないか、宙に。外敵から防衛するにもその方が都合が良いからな。すごいな。どんな技術を使ってるんだい？知らん。知らなくても済むには困らない。知らんって、そんなんで怖くないのか。焼き方を知らなくてもパンは食える、そういうことだろ。監獄島に入るには直居が必要だという話はしたな。うん。まずはコートへ向かわなくてはな。向かうってどうやってあの浮いてる岩を渡るんだ？この先に転移装置がある。それを使えばよい。海を突き破ったり転移したり、上層ってなんか不思議で怖いところだな。まあいいや、そうと分かればさっさとコートに押しかけようぜ。それにしてもどうしたんです？物騒なもんだな。鬼神の侵攻を防ぐための防衛装置か。ということで、ここ到着。ここ夜魅力的だね。だが昼がどうなのかも含めて見たいので、一旦時間昼にしましょう。これまた罪悪か。いや、多分 Wii でやってた時と全く雰囲気が違うというか、自分の想像してたというか記憶の中にある映像とは全く違うんだよね。なるほどね。こういう風に見た目も多分綺麗になってると思う。そこまで昔やった時ここまですごいなとは思った記憶がないので、改めて Wii 版もやってみたい気がするけどね。結構このキャラクターの見た目も含めてかなり変わってるんで、今の絵に慣れてしまうと、もしかしたら Wii 版やるとあまりにもね見た目がよろしくないってなるかもしれないけどね。うん、これはなんとなく記憶にあるな、こういうところ行っていたのは。これはワープで、場所もなんか把握がしにくかったような気がする。どうやっていくんだっけかな。どこ行ったらいいかが分かんなかったようにね記憶してるんで。レベル33だが襲ってくる気配はない。なんかいるね、フラーベル・アンドス。まあそれでも
多分昔はマーキング、どこに行くかのマーキングはなかったので、今はマップがちゃんとそこにね行く方向記されてるから、多分合ってるよね。これこの点々点がちゃんとワープポイントも含めて書かれてるのかどうかが分かんないからね。この音楽いいよね。この音楽は結構サントラでも聞いたような記憶がある。まあ絆とかあるけど多分ダメなんでしょうね。まだ条件が達成できてないと思う。さてさらに一定時間止まんないとダメか。ここでイベントありそう。センターゲート。なんだあいつらは。あの頭の翼は、あ、あれがハイエンター。お帰りなさいませ、メリア様。ん？え？出迎えご苦労。ここにいるホムスおよびノポンは我が同行者である。その旨を認識するとともに関係各所に伝達せよ。承知しました。どういうことなんだ。そう、メリア、君は。メリア、今は何も聞かないでほしい。監獄島へは私が導く。うん。公主陛下に拝謁するには手続きが必要だ。待てるか。待ってるよ、君がそう言うのなら。ありがとう。メリア様ね。シュルク、あの子はひょっとすると、たとえどんな素性であろうと、メリアはメリアですよ。そうかそうだな。なんだこいつらは。陛下にテレシア討伐の顛末をご報告し、勅許をいただかねばならん。シュルクが待っている。謁見の間に急ごう。というわけでキャラクターが一人変わって、なんかこれ動かしたの記憶にあったな。行きましょうか。こんな感じで、戦闘キャラは普段でも変えられるとは思うんだけどね。エイヒの子が命名画に生きながらえるとは。申し訳ありません。このタルコ、必ずや皇妃殿下のご加盟を果たしてみせます。このコートでか。陛下もあの者の身辺には格別の配慮を下されておる。この絵集の隙をつけるというのか、そなた一人で。身命をとしまして必ず。
戯れを聞く気分ではない。申し訳ご繰りごとを申すな。機会は必ず訪れましょう。あの者が好意を欲するのなら。これま、おっと、これまた世界観がと言って光球を眺めようかと思ったけど、ちょっとこの角度じゃ見えないけど規模感とかね。いやー、それにしてもやっぱりすごいなと改めて思う。当然 Wii の時も、まあ、見た目の綺麗さは別としてもこれぐらいのものを描いていたんだろうけどね。改めて見るとこのリメイクされたものを見るとね、すごいと思う。ゼノブレイド2の時も同じようなことを言ってたんだけど、こうしたものができるのはもう本当このメーカーぐらいなもんだなとかね思ってたよね。まあ、もちろん単に綺麗なだけだったらならばまだ他にもあるんだけど、こういう風にジャンプとかちゃんとできて落下とかもねできるのは限られるからね。ジャンプすらできないとかいうものも時折あるんでね。なぜこれほどまでに心が乱れるのだ。さて、さらに行きましょう。なんかここら辺に水があってそこで泳いだ記憶があるんでね、なんか中に入ってジャンプとかやってて、ここら辺じゃなかったっけかな。でもここら辺もなんか下に落下できそうな気がする。なんか噴水か何かのところで水の中入った記憶があるんで。第一王女メリアエンシェント、ただいま帰参つかまつりました。表を上げよ。はい。歴戦の騎士団ですら打ち果たすことができなかったテレシアをそなたが倒してくるとは我が血のなせる技とうぬぼれたいところだな。ですが、陛下からお預かりした忠臣たちをことごとく失いました。私の未熟ゆえであります。構わぬとは申さぬが、仕方なき義ではある。そなたに助力することが彼の者たちの任務であった。そなたの未熟、非力は皆が承知の上である。はい。悔しいか。ならばその気持ちを忘れずにいるがよい。悔やむ機会を与えてくれた者たちへの感謝を忘れずにな。陛下、そのことですが、私が助力を受けた者は他にもいるのです。そなたが伴ってきたホムスとノポンか。その者たちは先ほどコート警備隊に拘束させた。シュルクたちを。そう、そのシュルクとやらのフルーブグゆえにな。シュルクのフルーブグ、モナドのことでしょうか。やはりな。もしあの者が使うブグがまことにモナドなのであれば、感化するわけにはゆかぬのだ。なぜです。高家に伝わる古からの伝承、神与の剣モナド、その剣巨神が選びし者に授けられる神与の剣なれど、横島なる心の者が震えば我らがハイエンターに最悪をもたらすと伝えられている。ハイエンターとて善良な者も邪悪な者もおる。それはオムスやノポンとて同じこと。ましてやモナドを扱う者となれば、彼らが闇に属するものであるか否か、ほどなく神聖予言官の審問により明かされるだろう。ではシュルクたちにコートでの行動の自由は。ならぬ。父上、いえ陛下。
シルクたちは決して邪悪なものではございません。そなたは立体視を控えた大切な身、心身を清めて時を待つがよい。陛下。妹よ、そなたには陛下の言葉の意味がわからなかったのか。兄上。陛下は皇太子とおっしゃった。つまりお前を認めたのだ。時代のハイエンター公主はお前なんだよ、メリア。私が兄上ではなく。ああ、以前から陛下に相談を受けていた。そして私も賛成したのだよ。ハイエンターを導く者としてお前がふさわしいと。事実お前は命を賭してテレシアを討ち果たした。私はメリア。私はマクナで忠臣たちを、そのようなものに好意など。今は彼ら遺族の前に立ち詫びたい。メリア、立場上それが無理なのは分かっているはず。ええ、分かっています。分かっていますとも。陛下のおっしゃった通り、今はただ冥福を祈り、その勲功を我らの心に刻もうではないか。はい。そなたが躊躇する理由はよくわかる。だが胸を張るがよい。そなたには皇太子としての資格があるのだから。私が皇太子。その通りです。記録員、探求員ともに全員一致で陛下の選択を支持しております。私、最初ローラン個人といたしましても一片の依存もありませぬ。そうなのか。公主陛下のご聖断といえど私には疑問があります。モナドの持ち主、巨神に選ばれし戦士を粗略に扱ってよいものかと。そなたもそう思うか。はい。ただ恐れ多くも陛下に過ちが終わりだとして進化が正すなどということは叶いません。ですが神聖預言官となれば別格。預言官殿がシルクたちに。今頃面護なされていることでしょう。ったく、俺たちが何したって言うんだよ。部屋は豪華だけどよ、軟禁同然だぜ。メリアはどうしたのかしら。少なくとも彼女は丁重に迎えられてたようだったけど。そうだよ、あいつ怪しいぜ。シュルクはどう思うんだ。僕はメリアを信じたい。彼女は監獄島への案内を約束してくれた。彼女は約束を破るようなそんな人じゃない。分かった分かったよ。俺だってシュルクを信じてるんだ。お前がそう言うなら俺も信じるよ。ここで一人になって、窓の外こんな感じになっている。なんだろうな、あの黄色いなんかマーク、あれか、単に光のなんかの反射か何かかな。一瞬何かあの場所あるかと思ったけど、特段、これ以上見れるところはない。これ暗い状態でも見てみたいけどね。夜の状態でも会話していきましょうか。
特段これといった会話もなく、これ会話するだけじゃないのかな、ひょっとしたら。おハイエンターとの関わりはずっとなかった。彼らも警戒してるのかもしれない。これより神聖預言官による審問を開始する。控えられよ。アルビース、なぜ君がここに？なるほど、それが君たちの目的か。メリアは大丈夫？僕たちよそ者をここに入れたことで彼女に迷惑がかかってるんじゃ。それはないな、絶対。そもそも君たちが拘束された理由はよそ者だからじゃない。まさか。そう、君のモナドだ。ハイエンターという種族はね、モナドとの関わりが深いんだよ。はるか昔からね。さてと、君たちが怪しいものではないことはこの僕が証明しよう。何より殿下を助け、テレシアを倒してくれたんだからね。彼らを自由に。彼らのコートでの行動は僕が責任を持つ。大切な客人として扱ってくれ。はっ！本当はコートを案内してあげたいところだけど、僕はこれから陛下に報告に行かなくちゃならない。この部屋は自由に使ってくれていい。コート見物するもよし、ゆっくり休むもよし。じゃ。待って、アルビース、まだ聞きたいことが。焦らない。君の聞きたいことは大体想像がついてる。ま、そのうち必ず。さてっと、コート見物にでも行ってみるか。そうね、ここにいても退屈だわ。うん。リキ、メリアちゃんを探してくるもん。待って、リキ。預言官殿。何事だもん。アルフィスならここにはいないぜ。ん？一体どこにおられるのだ。どうしたんですか。エルト海で転送装置の修復をしていた招待から救援要請が入ったのですが、その一報を最後に通信が途絶えてしまい、足取りが全くつかめないのです。そいつは一大事だな。シュルク、助けに行くもん。困った時お互い様だもん。あ、そうだね。僕たちも協力しますよ。しかし、あなた方は。心配いらないもん。ここは勇者リキに任せるもん。かたじけない。どうかよろしくお願いします。ということで、どこか行きましょうになっている。作業員を救助せよ。で、メンツがなぜかこれになってるので、パーティー編成変えましょうか。このメンツかな。やはりダンバンさんは HP が少なすぎると思う。まあ通常時であれば別に力でもいいんだよね、こんな感じで。で、スキルを様々覚えて、それでできればね、いろんなスキルを他の人でも使えるようにしたい。これまた、これまだ拠点の中なのかな、大広間。
多分水でなんか中に入ってたっていうのはここだったかな。でもここじゃないような気するんだけどな。もうちょっと別の場所でなんか水の中に入った記憶があるんでね。特段入って何かがあったかって言われると多分何もなかったんだろうと思うけど、これはワープの方が早いか。でもせっかくだから外の様子も眺めたいんで歩いていきましょうか。これは記憶にあるな、この場所は。これはあれか、今カメラ操作ってのをやってるんだけれども、キャラクターとか消せないか、アイコンのマークとかそこら辺きれいに消せればいいんだけどね。こんな感じでちょうどオフィシャルサイト見たらそういう説明があったね。カメラ操作できれいな写真を撮ろうみたいなね。戦闘中の画面も真ん中以外は全部上下左右にさまざまなアイコンが出てしまうんでね、あんまり綺麗な絵が撮れないんでね。そうしたものがない場面を見たい気もするけどね。到着。さて雨が降ってるけど、これはこっち側、多分まあルートちゃんと通ってると思うんで、点々行けば。ほんとこの音楽なんか雄大感があっていいよね。どうするか、一旦まあ寄りにするって手もあるけど、まあするか、せっかくだから。多分周りの音も静かになるから音楽もより聞きやすくなってるような気がする。これは空のなんか流れ星みたいなものもあるしで、とアイテム3つ入手。そんなことやってたら敵に襲われてる。レベル3、2だから、まあ問題ないと思うけど。そこまったく、ヤマゾロと。どうなんだろうな。うわ、2体目来たってことか。今、ゾロゾロとと言ってたのは。で、早いで、回避力上げて、もう手術がターゲット取るかのような戦い方で。だが1体しかターゲット取ってないな。戦闘中カルナが取ってんのか、ターゲットカルナ回復。カルナが多分倒されそうになるのかな。733、教えるならない。あ、そっかそっか、足らないのか。やれそうだ。これなんか新たな技覚えてるな。現在 HP を半分にしてタレントゲージ上昇。タレントゲージってのは何だろうな。あれか、下の方か、一瞬左上かと思ったけど。これは700ぐらい、700はでもあるはずだからそこまで心配するようなことではない。おっと、抜かしたね。なんだろうな、未来史でもこんな600とかそれぐらいでこんなガンガン出られるとね、逆に鬱陶しく感じてても、この出る時と出ない時の違いが分かんない。うわ、最後の一発が間に合ってない。まずまずだもん。気を抜かずに進みましょう。これはキャラクターが表示されずになんか綺麗に空だけ撮れれば面白いんだけど。
しゃがむとかないんでね、多分ね。ここまでズームで遠ざけることは可能。逆に寄りすぎるとキャラクター貫通する。そのまま行きましょうか。これ今はつながり無視して言ってるからいいんだけど、点々があるからね。これがなくなった時にどっか行けってなった時に場所が分かりにくくなりそう。これのんびりと音楽聴いていたくなるね。そして目的の場所到着。誰か突っ立ってるけど、その前に敵が。どうするかな。どこかでまたレベル上げやりたいような気がするけど、まあ、これぐらいであるならそこまで大変な状況にもならないんだよね。ん ?2 体目来た?あーなるほどね。あのオーラのエーテルに対して反応するのが来てしまってる。でそれ以外にももう1体同じような敵が来てるはずなので、このままじゃ。カルナが狙われてるように見える。ようやくか。ようやく一体倒した。ありがとう。いやそっち側よりかはこっち側狙ってまいりたい。あとはまた寝かしてくれればいいけど、転倒厄介だな。転倒に対する耐性なんかつけた方がいいのかも。ここまとめてダメージ与えていく。あ、なんだこれ、なんか当たらない感じか。で上の名前のところがなんかギザギザついてるんでね、あれなんだろうな。で攻撃当たらないとこれ、あでもモナドゲージが溜まってる。歯をやれってことか。今やった。そしたらそのギザギザがなくなってるね。これこかすことは多分できないと思うので、攻撃一辺倒決めるわ。3000か。ナイス。いけ。こかすことはできてない。ここだ。こいつありゃ今だ。心が騒いできた。また同じような現象になった。だからそれでもモナドゲージ溜まることあるんだよね。これ何なんだろうな。当たってないはずなんだけど、今溜まった。いい感じになってきたもん。引きらしいセリフだね。いやそこ。いけ。もうダメ。当たってない。あーなんだろうなこの爆破。多分アイテムとかも取れてないと思うから、あそこまで頑張って倒せないっていうのも尺に触るけどね。ようやく到着。はい。修理に来てくれたけど、材料であるエーテル結晶を取りに行ったまま帰ってこない。灯台の裏から行ける。灯台こっち側か。この裏から。
さらにこの周辺クエスト発生しているようなので、うん、多分ここにも行ったり来たりとしてたんだろうね、昔もね、やってた時は。まだまだ先が長そう。うん、見つかってしまってる。シュルクやっぱ盾役悪くはないか。このモナドの回避をうまく使うことによって、まあ、引きつけてもそうそう倒されないっていうね、全部回避していくの。そこら辺狙うのはありそうなんでね。やれそうだ。このまま押し切る。さて、なんとかなったね。楽勝なの、リキのおかげだもん。さあ、行くわよ。おっと、危ない。ほんとこれだけでもほんと絵になるよね、これ。だからもうぼーっと見ててもなんかいいかのようなね、まあ音楽も込みでね、これだけをずっと流してもいいような気がする。これは襲ってこないんで、いやでもなんか別のところで襲ってくるのがいる。また向こう側も襲ってくるな。となるとこの手前側は先に倒すか。うん、最初だけ後ろに蹴って、結構ダメージ食らってるぞ。そして今、ようやく動けるようになった。ミスだが歯を使えってわけでもない。回避やっていきましょう。うん、ちょっと待ってくるよ、カルナが危ない。しかも転倒中全員。まだ負けられないよ。自分回復か、先に逃げる。間に合うかこれは。対応連撃、まあリッキーが倒される分にはいいかも。心が騒いできた。なんとか倒すことができている。もう一体来てる。あー、またこれか。なるほどね、いつの間にか2体に襲われていた。何か励ますとかできないか。エレメント弾400程度だから、このままじゃそこまで大きな問題もなさそうだけど。これ歯を使えば。これがモナドの力なのか。リキのおかげかも。そうね、リキ、だから自信を持って。いけ、うん、もう安定したね。そしてまた騒いできた。これ爆発するのか。いや違うな。やれそうだ。また歯を使いましょう。いつでもいいよ。連携どうだろうな。この状態ならば崩すことができるとか。うん、崩せたね。あれ、崩せて転倒。ここが繋がらないんでね。みんな頑張って。で、さらに
うわ、間に合ってないの。ここだ。なんとか乗り切ったね。今回は倒せたね。弱いやつ大好きだもん。気を抜かずに進みましょう。もう一個敵を倒したような気がするけど、こっち側はここだよね。これを一体一体おびき寄せたい。うん、両方ともやってくる。すでにエレメント倒したからもう問題ないでしょ。なんでそこで帰ってくの。もう前出て戦うか。逆にこれこのままいけるんじゃない？いけるね。戦わなくても。ようやく到着。たくさんいるね。負けられないんだ。みんな生きて帰るわよ。勇者力が相手だもん。全部同じかな。前これはひょっとしたら。集中させて。あ、なんか状況良くないんだけど。レベル差ありすぎる。レベル差3。今ならやれそうだ。そう、カルナが倒されてる。ヤリキも倒された。いやいやいや、まだ起こせるような状況でもないんでね。いやー、これ厳しいな。ここまで一気に持ってかれるとは。多分これ倒せってことだと思うけど、3体だもんね、一斉に来たの。となるとどこかで経験値稼ぎして、まあ35までは上げときたいと思います。では一旦コートに戻って買い物しましょうか。これまだ1530しかない。多分これらの武器を買えば問題なく倒せるとは思うんだけれども、あと書物だよね、この辺り。うわー、これ全部メリアか。メリアは必要ないな。じゃあ過去のマップに戻ってアーシタブのも買ってキャラクター強化やっていきたいと思います。では続いてここノッポンのところ来たけど、これ全部力絡みかな。他のキャラが欲しいんだよね、特にカルナあたりの HP アップ系。ちょっと物も売りつつそこら辺見ていきたいと思います。では久しぶりにコロニー6の方行ってみましょうか。この方向で多分何かあるとは思うんだけど。そして久しぶりのこの音楽。ここはどうなんだろうな、夜になるとどういう感じになるのか。うん、まあでも他のところと違ってなんか光が様々ね発生られているところと比べるとちょっと微妙かなって感じがする。単純に暗くなって見にくくなっただけのように思う。とはいえ雷が入るね。多分この方向にアイテムショップもあるはずなんだけれども、今やりたいのは別に復興やりたいわけじゃなくてアイテム買いたいので。左側あのポンいるね。おっと、街が良くなると良いのだけれども、ということはコロニー6絡みのイベントか。買いましょう。うん、これカルナ用。いや違うな、カルナ以外もあるな。カルナのさらに HP 回復系欲しいので、でここにもないとなるともう初期のコロニー6じゃなくコロニー9ぐらいしか売ってる場所はないと思うんでね。だが今みたいなノポンの紹介が、ここもノポンの紹介あるね。あノポンかどうかわからないけれども、ショップがあるので覗きましょうか。これ最初カルナと出会った場所。これは中入らないとダメか。ようこそ。多分カルナ絡みはここじゃないか。金に限りがあるから難しいな。ヒールバレットまず一つ、ヒールブラストも一つ。もうこれでお金がなくなった。
サンダーバレットとかキュアバレットも欲しいけど、今は諦めましょう。で、アイテム、武器とか防具は何を売ればいいかが分かりやすいんだけれども、その他が分かりにくいんだよね。たくさんあるのはいいんだけど、全部レベル1のものは売ってしまうという手もあるしで、これ後々レベル1のものをレベル2とかできなかったっけかな。もうそこら辺全然記憶にないからね。うわー、ここら辺もなんか売っても良さそうなアイテムなんだけど、実際どうかが分からないんで、所持数大量にあるものだけ売るとなっても、まだ7かマックスが。これ換金用アイテムなのかそうじゃないのかもパッと見は分からない。どうにもならないね。またお金とかアイテム手に入れてから来ましょう。